って始めていいか分かんなくなっちゃった。もうどうやって始めていいか分かんないわ。こんにちは皆さん、明けましておめでとうございます。2024年になりましたね。2024年になったのよ。明けてしまったの。2023年、去年は大きい年でした、私にとって。はい、大きい年だった。2023年迎えた時はね、旅行で日本にいたんだよ。でそんな時なんてもう1ミリたりとも日本に引っ越すなんて思いもしないし、夢みたいな話だったから。それでね、なんかもう半年とか経って、なんか夏だよね、なんかこういうさ引っ越せる機会がさ出てきてさ、もう飛び乗ってバタバタと準備して、それでもうバタバタとハワイから日本に引っ越してきて、で引っ越してきてね、約4ヶ月ぐらい経つんだよ。4ヶ月5ヶ月ぐらい経ちます。でずっとビデオ上げてなかったでしょ。ずっとビデオ上げてなくて、なんかね、まあいろいろあるんだけど、まずこの日本の一番初めの生活を落ち着かせるのが結構ほら大変じゃん、いろいろね、市役所行ったりとかもそうだしね、まず一番初め家見つけることから始まって、でその後車探して、でその後に子供たちの学校とかさね、で市役所行ってきて行ったり来て行ったり来てみたいな感じで、まだ全然ね、やることは山盛りなんだけど、その一番生活を整える一番初めの段階でやらなきゃいけないことの、まだやることはまだあるんだけど、終わったわけではないんだけど、でも本当になんか落ち着いてきたわけ。なんか家にも慣れてきたし、なんかこのコミュニティにも慣れてきたし、なんか土地感もちょっとついてきたし、あとこの日本に引っ越してきてからこう結構全てが新しかったの。私11年ぶりに日本に住むから、逆カルチャーショックみたいなのがすごいいっぱいあってそれもね、慣れてきたし、そうなの。だからなんかこうだんだん落ち着いてきて、年も明けて、で昨日さ、かほちゃんに電話してたのね。でなんかいろいろかほちゃんで喋ってて、で彼女が結構ビデオ作ったらみたいな感じ言ってくれて、あ、じゃあそうしようかなと思って今回してます。今ね、朝の10時半とかで、家に今誰もいないの、私と猫だけなのね。でどこから話そうかな。まあ今朝はもうお正月明けたじゃん。まず明けましておめでとうございます皆さんね、今年もよろしくお願いしますね。そう、それで今日が小学校の初日の日だったの、年明けてから。でフロレンスとエリソンとキャメロン、みんな学校に行って、で私はさ、エリソン保育園に送ってくのね。またこれまた後で話すからね。そう、保育園に送ってて、でその後に食料品の買い出しに行って、で帰ってきて朝ごはん食べて、で今ビデオ撮ってる感じなんだけど、皆さんそうなんですよ。どこから話そうかな。ほら、エリソンが保育園に行ってるじゃん。でさ、この保育園っていうのも日本に引っ越してきてですよ、初めてこの保育園と幼稚園のこのこういう感じやったんだけど、全部通ってきました。大変だね。まず一番初め、保育園と幼稚園の違いがわからないし、それもなんかその市役所の人に教えてもらって、どっちの方がいいですかねみたいな。でさ、私なんでエディソン保育園に選んだかっていうと、まあこうなんだっけ、まあ一番初め保育園って幼稚園に比べてお金がかかりませんみたいなこと言われたんだ。で、あ、それだったらかかない方がいいのかなみたいな。で、あんまり別に変わりはしないですよみたいに言われたんだけど、まあお金かかりませんと。で、お仕事をしている人対象が保育園ですよって言われたわけで、幼稚園はまあお仕事とか関係ないし、まあ、見てもらえる時間が短いみたいな感じで言われたのね。で、私は、あ、じゃあまあとりあえずそのお金かかんなくって、かかんない方でとりあえずみたいな感じで、それでさ、次にさ、見学に行くじゃない。で、4つ見学に行ってくださいって言われて、で、まあ自分が気になったところ4つ見学に行って、まあそれぞれ全然違うじゃないね、保育園とかって。学校のあれが全然違うじゃない。で、それぞれ行って、で、1個ものすごく気に入った保育園があって、なんかもう
ここにここを私の一人目の子供の時からここが目の前にあったのでもうずっと子供ここに入れたかったっていう保育園があったわけ。なんか保育園の考え方とか園長先生の考え方とかもうそこの保育園のなんか雰囲気もそうだし信じてることとかなんかもうものすごく気に入っちゃったわけ私で、もう保育園とか幼稚園とかどうでもいいからここの学校にエリソンを入れたいと思って学校って保育園のことね私学校っていうわけ保育園も幼稚園もねまあまあいいんだけどさそこに入れたいと思ってでとりあえずもうここの保育園に入れなかったらまあまああとは他で考えようと思ってとりあえずその一つのが保育園だけさ希望を出したわけでなんか時期的にもなんか微妙だから取ってもらえるか取ってもらえるか分からないですね空きもないみたいですからねみたいな感じだったわけだけど取ってくれたの取ってくれたのそのねあの保育園に見学しに行った時もそこの職員さんと普通にさお水の話とか土の話お水の話とか土の話って何言ってんのって感じでしょうか水道水の話とかね水は大事だよねっていう話とかさあと土の話土まあ食べ物の話とかだよねでその食べ物が作られるのは土から作られるじゃないとかその土の話とかさなんかそんな話をしてて1時間ぐらいいたわけで、あ、もうすんげえ気が合うと思って、もう絶対ここに入れたいと思って、で、まあどういう基準で選ばれてるのかわからないけど、とりあえず入るためよ。もうほんと嬉しい。すごい入れて、で、それでエリさん保育園に行くことになりました。で、私がその保育園の時にさ、申し込みで出したのが、とりあえず給食活動をしてます。給食活動だっけ？なんか仕事を探してますっていう項目で出したんだけど、その裏には、私ね、みんなに全然一言も今まで言ったことがないんだけどさなんかまたこれも話が長くなるねなんかパーって長くなっちゃうんだけどなんか子育てをしながら美容の仕事をずっとしてきててで美容の仕事ってすごくいい仕事でねなんか、まあ、人助けをできるわけよ人助け自分のことを磨くこともできるんだけど人助けすることもできてでそれはさそのさただこの人の骨格に合ったお化粧の仕方を教えますねとかそういうのもそうなんだしこういった化粧品がいいですよっていうのもそうなんだけどなんか本当にさ心底心の中から自信がないとか心の中からこう元気のない人をすごくこうなんていうの自信を持てたりとかさその人自身のこう綺麗なところが出てきたりとかさそういうまあ、要は結局人間として大事な部分を見つけれるツールだわけメイクってねでなんかそれがさメイクじゃなかったり違うものだったりとかって世の中っていっぱいあるんだけど私の場合はそれをこういう美容を通して人を助けてるっていう感じで今までずっとやってきたのねなんだけどなんかこのさ子供を子育てずっとさ同時にやってきててで自分もだんだん今36歳なんだけど今年取ってきたじゃんかでそしたらさなんかメイクで人助けはすごいしてきて楽しかったしナイスですごい良かったなんだけどなんかこれの分野ではなくして違う分野で人助けをしたいなって思い始めた来たわけでそれがねメディカル系なんだけど看護婦さんとかになりたいわけではなくってメディカル系といってもすごくフィールドがすごい大きいじゃんかではいお医者さんとかさあとは何その専門的なさ精神科系まあこのメンタルの部分を助けてくれるとかそういうのがあったりとかなんかいろいろあるじゃんかメディカル系ってで私はなんかはっきり言って これになりたいみたいなのが今はっきりしているわけではないんだけど、どうしてもそのメディカルの方向に進みたいなと思ってでその勉強を始めたいなってずっと思ってたのね。で、日本に引っ越してきて、まあ、この
ここに入れる時間が限られてるからね、旦那の仕事の関係で。だからその間にできれば勉強を進めれるだけ進めて、でまあ必要なディグリーだとか、あとはもし、それでライセンスとかさ、いろいろ取れるんであれば取りたいなとも思ってるんだけど、そうなんです。でまずそういうことをさ始めたいってなると、何が一番初めにまず必要かってなると、カレッジディグリーで、私は、2年生のアソシエイトより4年生のバチュラーっていうのが取りたいのね。でそこから例えばもしさ、なんかいろいろあるんだよ本当に、なれることってここからね、そのメディカル系に進むんであれば、で本当にザ・お医者さんになりたいんであれば、この4年生の後にマスターだっけ、マスターディグリー取って、6年生だったっけな、で、まあ、メディカルスクールとか行かなきゃいけない。まあそこら辺になるとものすごく今度お金がかかってくるからちょっとわからないんだけども、でも子供を育てて思ってたのがさ、なんか子供育てたりとか、あと本読んで思ったことがあるんだけど、何年も通して思ってきたことがあるんだけど、なんかお母さんがしっかりとした教育と知識があれば、子供ってしっかりと育っていくんだよね。で、そのなんていうのかな、例えば料理ができるとかさ、でその栄養のある食べ物を食べれるとかもそうなんだけど、なんか教育のある親っていうのはなんかね、話ずれるかもしれないんだけど、今読んでる本がに書いてあるのは、そのアフリカとかあっちの方のさ、子供をたくさん文化というかがある国ってあるじゃない、あそこの子供たちの生存率がすごく年々上がってきてるんだって。でなんでかっていうと、ちゃんとした知識のある人たちがその親御さんたち、お母さんだよね特に、に教育をしっかりしてると。だからそれがこう行き通って子供の生存率が伸びているんだって。だから結局そのお母さんだよね、お母さんに正しい知識と正しい考え方とっていうことがあれば、まあなんていうの、しっかりした子供っていっていろいろ考え方があると思うんだけどさ、健康的であって精神的にも肉体的にも健康な子供が生まれるし育て上げられるわけでしょ。で私はそれの勉強したいし、そのパートの何かをしたいなとも思うのよ。だからまあ、分かんない、ゴールは分かんないけど、とりあえずなんかそういう勉強したいなと思って、でこれから大学に行くんです。私は大学生になります。そうで、今ね、トイフルの勉強とかさしててさ、先月すごい忙しかったんだけど、とりあえず入ったのは2年生のコミュニティカレッジなので、ここの2年生のね、が終わったら4年生のところにトランスファー移動することができるから、まあ、とりあえずそこから始めるんだけど、それのさセットアップをね今してるような状況なのね。そうで今日はこの後パソコンに行ってクラス選ばなきゃいけないのね、どのクラスを取るかっていうのをやらなきゃいけないんだけど、初めのその1年2年って結構その単位を取るだけ、単位を取ることが目的みたいな感じだから、こう専門的なことはあんまりしないわけよ。なんか普通に数学の勉強したりとか、エッセイたくさん書いたりとか、あとはなんかいろんなね授業を取るんだけど、だからそこまですごくもうなんだろうかな、専門的ななんていうのもう本当にメディカルのああみたいなのはないんだけど、初めの年とかは。そうだけど、まあ、基盤作りでね、まあ、とりあえず誰もが取らなきゃいけないところだから、一番初めのこの年は、だからそこからまず始める予定です。そうなんです。だからエリソンは保育園に行くことが今できてて、で今か家に誰もいなくって、で私は一人で猫たちとだけっていう感じなの。 OK? でこれがバーッと話したじゃんか。そう、あと何聞きたい何聞きたい？ そんな感じ。だからね、とりあえずこうだんだん落ち着いてきて整ってきて、でこれから大学生
やるの。あ、そうです、大学生やるって、大学生やるって言ってるんだけど、アメリカのカレッジ、アメリカにあるコミュニティカレッジにサインアップして、でオンラインクラスを取ってるのね。だから、私は今日本に住んでるけど、オンラインクラスで授業を受けられるっていう感じなのね。でオンラインクラスだとさ、24時間受けることができるし、たまにそのなんていうのかな、そこのキャンパスにある、そのサインアップしたカレッジのキャンパスでやっているクラスに、まあミーティングみたいな感じで参加するっていうか、ズームみたいな感じで参加しなきゃいけないから、あっちの時間に合わせてこのね、パソコンの前に座って授業を受けるっていうこともあるんだけども、そうです、オンラインで授業を受けます。そういう感じの私のこれからの生活になっていく感じです。ですごくかほちゃんがね、昨日ね、いろいろ元気づけてくれてね、なんか私がなんかこのさ、忙しい毎日の中でどういう風にこのソーシャルメディアとの距離感を作るかがわからないみたいな話をしてて、これ思ったことある人いる？いたらぜひコメントで教えてください。距離感がわからなくない？どうなん？なんか一人でね、生活してて、自分の軸がもうさ、一人じゃん。だから、でそこで、こう、仕事もしつつ、で、あ、これぐらいの時間が空いて、ここでこういうふうにソーシャルメディアのあれをやってとかいうのが計算できる人なら、つけ、計算できるならいいじゃん。なんかさ、私どうしても、すごく子供に振り回されやすいタイプの性格で、なんか例えば私が普通に料理とかしてて、ですぐさリビングルームとかで子供たちが喧嘩が始まるとするとなんかそれでもはってなっちゃうわけで、例えばそこでフィルミングとか始めたとしてさ、喧嘩始まったりとかするの、ああもうやる気がなくなるみたいな感じになっちゃうわけ。そういう感じになっちゃうので、なんか、まあ、子供もね、だん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 とこう年を取ってきてるから、全然昔に比べたら私もそういうなんていうのかな、ああまただみたいなのはなくなん、まあなくなんねえななくなんねえんだけど、なくなんねえんだけど、でもなんかよくはなくてきてるよ、昔に比べたらね。だけどさ、なんかこのどこみんなどうやって距離を保ちながらやってんのかなみたいな、教えてください。それかさ、もしなんかこの人すっごくバランスよくやってるみたいな、バランスよくやってるって言っても、なんか自分の生活をものすごく大事にしててね、それがまず真よ。でなおかつソーシャルメディアの方も空いてる時間にやってて、振り回されてる感じじゃない、そのソーシャルメディアにもね。で、あ、なんかこうフェイクじゃなくして幸せそうでさね、私生活がで子供にもちゃんと手が届いててね、でなおかつこのちゃんとソーシャルメディアにもさ、ね、例えばしっかりエディットしてるとか、しっかりインスタグラムと YouTube 両立してるみたいなさ、そういう人がいたらぜひ教えてもらいたい。私はぜひ手本にしたいから。私そこが上手にできなくって、もうなんか数ヶ月ぐらい経つと、あーとかってなってきてあーもう無理みたいな感じになってくるわけ、なってくるから。だけどなんかかおちゃんにも、仕事だと思ってやれば大丈夫だよみたいな、仕事だと思ってみたいな。でね、今までとこれからの私のはっきりとした違うことが、今まではビデオ撮ったりとかね、まあ生活してる時とかただビデオ撮ってんじゃんかの時、いつも誰かしら私と一緒にいたわけ、ちっちゃい子が誰かしらじゃん。でいない時も撮ってたりとかしたんだけど、でもそれって合間と合間みたいな感じだったりとかして、でなんかそうするとさ、この自分のフォーカスがどうしても難しいわけ、わかる？なんかここの間だけどうにかで、子供もひっくるめてやるって、うちはファミリーチャンネルじゃないからさ、っていうのも違うし、でそう、なんかそのね、その切り替えとかも上手にできなかったわけなんだけど、これからはね、子供たちはしっかりと学校に行ってるじゃんか。で私は学生っていう仕事があるんだけど、そんなカッツカツの学生のあれじゃない、もう自分で時間決められるっていうか、どのクラスを受けたいかっていうの決められるから、例えばまあカレッジってさ、クレジットで全部何個クレジットがあったら卒業できるだから、例えばね、この今学期これぐらいのクレジットを取りたいから、例えばね、なんか週3とかさ、週3で授業受けるみたいな、週3でね、なんか授業受けるとか、それもできるわけね。だから自分でバランス取ってやっていけるから、なんか
これまでに卒業したいみたいなゴールはないんだけど、まあそれこそそんなに何年も暮らしたくないけどさ、だけどそう、まあなんか上手にやっていこうと思うから、そこでちょっとはっきりとこの分かる、9時から let's say like 夕方の4時とかまでこうしっかりとしたこのさ、分かる、ウォーキングアワーみたいな感じで私にははっきりと時間があるわけ。今までなかったの。今まではあったようでなかったりとか、あっても子供がなんか、はい、もう一回来てくださいお母さんみたいなさ、こういうことは結構続いたのね。だけど、まあ、子供も成長してきてっていうのもあるし、そこね、まあ、しっかりと時間が私にあるから、これでどうにか私はちょっとこのまた YouTube をファイアアップしていけちゃうんじゃないかなって思うわけ。どうでしょうか、どうでしょう。で去年さ、1年間やってみる噛んだじゃん、やってみるって言ってやったんだよ、一応やったのやったつもりなんだけど、どうでした。あのさ、1年パキッとはやれんかったけど、でもちょっと頑張ってアップデート結構頻繁に上げれるようにはしてたのね。で1年経つかなぐらいの時でこうだんだんこう回数が減ってきたんだけど、まあ、とりあえずこの1年間頑張ってみるみたいな、自分の中ではまあまあやったっていう感覚でいるわけね。ね見てくれてた人もいると思うけど、ほんと辛抱強くありがとうございます。いつもみんな超ナイスね、いつも受け止めてくれるから、いいよのぞみさんおいで、ジャンプしておいで、抱きしめてあげるからおいでみたいなさ、感じみんな待っててくれるわけ、ほんとナイスなんだけど、そうだから、そんな感じでやったから、これからも今年はそれで頑張っていこうと思う。ちょっと長くなっちゃったから、お知らせはこんな感じで、このちょっと短くキャキャッとやりたかったんだけど、皆さんがほら料理してる時とかにさペペッと聞けて、あ、オッケー、のぞみさんまたやるのね、オッケーオッケーみたいな感じで受け止めてくれればなと思ってます。で逆カルチャーショックとかの話は今度にしようぜ。どういうのが来たいですか、もしあったら教えてください。はい、もしあったら教えて。じゃあ私はこれから大学の授業の何を受けるかっていうのを選んでくれると思います。ということで皆さん見ていただいてありがとうございました。今年もよろしくお願いします。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。